オオカサソウカブトは、昆虫甲甲,甲虫目カブトムシ赤に分類されるカブトムシ。三本の長い角が特徴。アジア最大のカブトムシであり、闘争心も旺盛なことから、南米のヘラクレソウカブトと並びしばしば、世界最強のカブトムシとも称される。原産国が日本に比較的、近く、また年間を通じての採集が可能なため、かつてアトラソウカブトと、 並び安価で大量に流通していた外国産カブトムシの一つである。上のイラストはオス、下のイラストはメススマトラ島、ジャワ島、マレー半島、インドシナ半島などの標高800-2000メートルの熱帯高地林及び雲霧林に生息する。中でも標高1200から1700メートルに個体数が多く大型個体も多い。何 コーカサスとあるが、コーカサス地方に生息しているわけではない。オスの体長は60から120ミリメートル前後が多く、小型個体でも日本のカブトムチ並みとなる。最大級個体は130ミリメートルを超える。頭部と前胸部は黒色、中胸部、後胸部、腹部、足の腿節および前肢は暗赤褐色から黒褐色。前肢は青銅色、緑銅色。 紫銅色、尺銅色などの金属光沢を帯びる。大型カブトムシの中では足の布石がもろく取れやすい。頭部に1本、前胸セ聖タに2本の計3本の角を備えることから英語ではスリーホーンビートルと呼ばれる。また、大型個体では前胸の中央全端近くにさらにもう1本短い角状の突起を備える。同種や多種と闘争する際には この三本の角と併用して、大きく鋭い爪を備えた、長い足を巧みに使い、長い胸角と頭角で相手を挟み込み、強大な力で木から引き剥がして放り投げる。鋭い爪を持つ長い前足は、人の手や服に乗せると引き離すことが困難なため、注意が必要となる。また全境聖火公園が鋭利な浜の状になっており、 ここと前肢の間に不用意に指を入れると閉じ合わされた、際に挟まれ、皮膚を切られて、出血を伴う怪我をすることがある。夜行性で主にジャングルに生える露炭に集まり、成長点に闇木を傷つけて、樹液を吸う。砂糖やしにも集まるほか、栽培されたコーヒーの木や豆花の木に多数集まっていた、例も報告されている。天候や栄養状況によっては昼間に活動する、個体もある。 活発に飛翔し10によく飛来する。採集される個体は主に10に飛来したものである。これはジャングルの内部が危険かつ苦労を伴い、植樹に集まっているのを見つけるのが困難なためである。ジャングルの不倒木やその下の土に散乱することが知られており、幼虫は朽ち木や不要土を食べる。自然下において成虫になるまでの期間は約2年と考えられている。 野生下での成虫の寿命は不明な点が多い。これは前述の通り生態調査があまり進んでいないことにゆえんする。ただし、飼育下では長くておよそ半年程度を学術的に確認が取れた例でおよそ4ヶ月ほどなので自然下においてはおよそ2から3ヶ月前後と推測されている。また、羽化から活動開始後2ヶ月程度経った個体には急速な。 同化現象が見られる。顕著な現象としては、各足の不折をはじめとする付属子が次々に、えし欠落していく。このような状態となった個体は、闘争も、樹状歩行も、不可能であり、野生化であれば、実質的に寿命と考えられる。本種の特徴として、まず第一に、闘争心が強いことが挙げられる。本種の凶暴さは、 ヘラクレスオオカブトやゾウカブトといった他の大型種と比較しても際立っており、その攻撃の矛先は、同種や多種昆虫との闘争だけでなく、交尾相手のメスにも向けられることが知られている。また、相手を任すだけでなく、死骸となった、それをバラバラにするといった一種猟奇的な行動をとる場合もある。いわゆる肉食性昆虫が捕食する以外にこうした行動をとる種は、 極めて稀である。またオスだけでなくメスも同様に気が荒いため、有志ともに、成虫の多頭害は本種では厳禁である。なお成虫にとどまらず、幼虫すら、抗戦的であり、その大顎は噛む力も強い。噛まれた際には痛みを伴い、場合によっては出血することもある。人の手との比較、ヘラクレスオオカブトに比べ、寿命や温度などの関係により、 やや飼育が難しいとされる。元の生息地は赤道付近であるが、標高の高い涼しい森林に生息するため暑さには弱く、大体摂氏15度摂氏20度前後が適温とされている。故に、クーラー等の温度管理なしで、日本の夏を越すのは厳しい。しかし、っぱなし無視することは厳禁である。本種は気が荒く、同種を殺める事態が多発するため、 オスはもちろん、メスも、単頭アタが基本である。また、交尾の際にも、万全の注意が必要となる。大型のオスが暴れることで発生する事故を防止するために、あえて角の小さい小型のオスを、交尾相手として使用する方法もある。幼虫は、基本的に専門店等で販売している、カブトムシ用マットで飼育できる。 なお卵のままで取り出すと負荷に結びつかないことが多い。ちなみに飼育家においては、体は大きいものの角が発達しない成虫になることが多く、様々な方法が試みられている。運の数をの著書によれば、落ち葉や枯れ枝を集めた、不要度より目的で育った幼虫の方が大型化する傾向があるとの記述がある。コーカサスオオカブトの属するアトラスオ,オカブト属には、 他に3種が含まれ、アトラスオオカブトと、コーカサスオオカブト、アトラスオオカブトとモーレンカンプオオカブトは、分布域が重なるところがある。アトラスオオカブトのフィリピンア種は、最大108ミ、mm、リメートル以上と大型で胸角が、湾曲するなど形態がコーカサスオオカブトに似ており、各地からの標本が混ぜられている場合は、頭角基部よりに尖った突起がある方を、コーカサスオオカブト、 なないい方をアトラスオオカブトと判断するるがが頭角の発達しない短角型同士ででは見分けが困難である実際にはフィリピンにコーカサスオオカブトは分布しないので標本の最終値が判明していれば混同されることはない。コーカサスオオカブトが同所的に分布するスマトラとマレー半島のアトラスオオカブトは非常に小型であるため識別は容易である。メスの相違点は アトラスメスの前肢には小さい心毛が生えており、お尻の方から指で撫でるとザラザラとしている。コーカサスメスの前肢には柔らかいほの毛が生えているため、感触がアトラスに比べるとふわふわしていることなどが挙げられる。モーレンカンプオオカブトのメスは前胸が幅狭く、下膨くれでやや細身である。最近までコーカサスオオカブトの革命は、 チャルコソマ硬化サスであり、和名もこれに基づくものであったが、種商名がケイローンに変更となった。ケイローンはもともと1789年のオリバーによって記載されていたのだが、その後1801年にファブリチュースにより記載された硬化サスが長らく使われており、今回の検証により、国立スコットランド博物館の所蔵するケイローンのタイプ標本が、 ジャワ島産のコーカサスオオカブトと確認されたことから、国際動物名名条約における、選手権により、古参であったケイローンに変更され、これに伴い和名も、キロンオオカブトとすることが提唱されている。ケイローンは、ギリシャ神話のケイローンから。なお、1970年代の書籍には本種を単に、オオカブトムチと記しているものもある。 ジャワ島産のオス胸角の太さと湾曲の強さが異なる。体の厚さと幅、丸みにも違いが見られる。運のカズオチョカブトムシの百花ほか、うのカズオチョカブトムシの百花、とりわけ構想に勝利したオスはより一層気が強くなり、勝ち癖がつくとも言う。運のカズオチョカブトムシの百花、このため、本種の飼育、繁殖の際には、 同族殺しをする危険性が伴う。運の数をカブトムシの百カートラスと混同している場合もある。ありがとうございます。